そういうことなんですよ。なるほど、回転できるようになりました。話聞いてて、僕は、あ、そうですそうです。なんかこうめちゃめちゃいろんなことやってて、なんか僕的にはなんていうか、夢追い方なんかなみたいなって思って今日来てたんですけど、そのなんかこう過去の経験とかのその、あ、まあなんかこうその後の人生豊かになったっていう風にしたいなっていうのがすごい思ってて、じゃあそれをどのようにやっていくかっていうところで、じゃあ逆に自分は何を提供できるのかっていう時に。まあ、いろいろその、ライフコーチとかを今考えてたり、そのための中間目標として、まあ、自分がもう歩くマッチングアプリになりたいなって思ってて、はい、なんか自分が自分で全部その人の全部の悩みとか解決できないと思うんで、とりあえずその人間的な考え方とか思考とかってことを心理で読み解きながら、実際のスキルとかはもう大勢の人に助けてもらうと思ってて、そのために本部の動機と一緒じゃないですか。あ、そうですね。お話聞いてて本当に思いました。それで共鳴してくれて今日会ってくれました。あ、そうです、そうです。間違いない。それがね、ジムの精神に言ってたのは、結構そういう、まあ、関係を持ってたんですけど、それが、自分たち長期の経験です。後輩とかそのスタッフとかに、試合出れない子に、なんか出れなくて、でもとかチームのためにやれることあるとか、なんかめちゃめちゃ言ってたんですけど、実際自分が出れない立場になって、なんかこうもう貢献できない、なんかプレーで貢献できないって言った瞬間に、なんかそのすごいなんか無責任なことめちゃめちゃ言ってたなと思って、井村くんですか。あ、そうです。井村です。どうも、ありがとうございます。井村くんです。井村です。ありがとうございます。井村さん。あ、どうも。井村です。さん。慶尚高校 OB の、はい、井村さん。あ、もう慶尚言わずと知れた井村です。慶尚の。慶尚の意思を継承するみたいな、ね、はい。ありがとうございます。お前ほど。ありがとうございます。井村です。もう井村にしたら。自分もうここで芸名できますか。あのつけたらもう井村です。井村の後にあのつけましょう。井村の後にあのつけます。あのつけます。はい、わかりました。それでいこう。わかりました。